連合雪村ケラウノスを取り返しに来たか。全軍迎え撃て。またしてもあなたと我が闘志受け止めていただきます。敵の構えどこかで見たな。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだね。全く同じ布陣？それじゃあ策は筒抜けだけど。ははーん、カンベイ殿、そういうことか。となれば宗則さんは南から進んでください。あ、例に筒抜けがいるからご用心。不平がいるもう先に言われたんじゃどうも決まらないよ。お次は俺たちが伏兵に気を取られてる間に別方向から本陣奇襲ってとこかな。そんなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。芝生さん、兵を伏せて待機してて。うん、分かった。カジュ、トガイ、行くぞ。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。我らの力を示すのだ。はぁ、あ、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 全力。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかね。なに、伏兵を見抜いていたか。さあ、これでどう？カンベイ殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。敵が伏兵に気を取られた隙に本陣を作る。別動隊出よ。はーい、別動隊行ってくるわね。はいはい、予想通りの伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだよね。見破られていては勝ち目はない。ここはもうおじさんだけで大丈夫だよ。あちらさんの救援に行ってやってくれないかい。よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと勘弁さん、伏兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいのよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大軍。お願い、手を貸してあげて。さっきドクちゃんが大変や。うちが手貸したる。待っとってや。手のかかる女だが、ここで恩を売っておくのは悪い。一緒にナッキちゃん助けてくれて大きに。紹介のおっちゃん案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと恩を売るのは芝生殿へだ。共にいざ参る。おっとおっと、はぁ、はぁ、紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴らを消しやすくなった。超死ぬ願えたかしゅう。あやつを粉砕してやれ。粉々に噛み砕いてやる。敵は我らの
策を防ぐため兵を割く。本陣の守りが薄い今が好機。何だに？本陣を攻めりゃいいってこと？じゃあ行ってくるぜ。復帰け！行くぞ雪村。兄上、真田の戦、我らで示しましょう。紹介だ、ご無事か。あなたに助けられるとは。いえ、礼は言いますよ。一応孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、火星に行かなくてもよろしい。さすがは君、いや少し甘く見すぎた。官兵衛殿、気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。あなたならやってくれると信じていました。思惑通り動いてくれたこと感謝さま。いやだな、そんなのお互い様だって。官兵衛殿のおかげでこっちも楽できたしね。見事な働きだ、その調子で頼む。やったね、君がいればやっぱ楽できる。なかなか、いや最高だ。これだからお前と一緒は面白い。やるな、無能でないのは何にもまさか。なかなか、いや最高だ。これだからお前と一緒は面白い。あなたならやってくれると信じていました。なかなか、いや最高だ。これだからお前と一緒は面白い。さすがです、あなたならばと思っておりました。北と南の戦線はこっちが優勢、残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なし。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。楽器の懐に入り込み撃つ機会を狙っていたとは。紹介、よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だって芝生殿、王が腕伝いをした。それにしても官兵衛殿って我慢強いよね。ダッキーにずーっとこき使われて辛くなかった？牢獄に囚われていると思えば耐えられるものだ。清盛の部隊は壊滅したようだ。これは人間の力か。もはや戦いを避けることはできない。そろそろ本気で勝負と行こうか。ドキドキ参ります。共にいざ参る。ドキドキ君だったか。超支援マイル、私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思いがあった。我らの友情はもっと深いところにある。刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。目の前で活躍されても悪くない気分。雪村さんが先走らないか心配だったけど、さすが真田兄弟、息ぴったりだったよね。そう見えていたのならよかった。超支援、雪村の足を引っ張っていない。
不安だったんだ。超死ねよ勘弁殿、全部オタクの筋書き通りかい。軍師ってのは怖いもんだねえで、兵のような人間こそ読みづらく怖い存在。また味方とまれて安堵した。兵には一目置かざるを得ない。超死ねよ参る。敵が超死ねよ参る。私は君を裏切った。いえ、ボス、どちらにも譲れない信念があります。刃をかわさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。さすがです、あなたならばと思っておりました。なんと勇ましき敵か。我が名は超死ゆ、褒め足アポロンの力を借りる者。受け止めろと。そこまで抗うとは驚いたな。次に会う時までその命預けてもらう。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。ゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、うまく進んでいるよ。よし、このまま勢いに乗りたいね。